こんにちは。今日は車でドライブしますので、今はこちら、兵庫県の篠山市というところを通りました。で、ちょうどこちらは、丹波の祇園さんと呼ばれる、法壁神社というところです。で、こちらの神社でしたら、祇園祭りみたいの、これ、山も巡行するみたいんですね。あとは、こちらの鳥居は、青銅の鳥居。結構珍しい鳥居ですね。青銅として国内でも一番古いと思われます。大家好，那我们今天是开车兜风，那刚好经过那个兵库县的篠山小山市。那这里的话呢，是被称作丹波の祇園さん，祇園就是祇園祭りの祇園，丹波の祇園さん，丹波的祇園さんという法壁神社というところです。那这个鸟居啊，这个鸟居很厉害，它是青铜的鸟居，就是跟一般的鸟居不太一样，它是铁青铜做的，就是被认定为是日本国内最古老的青铜鸟居，还蛮厉害的。第一次看到铁做的鸟居。嗨，鲁啊。なんか市内より涼しい、いい感じ。市内暑かったわ。誰もいないんです。那因为其实有点乡下的地方了，所以其实还蛮凉爽的，比市区凉爽很多，然后没有人。青銅の鳥居初めて見たんでしょ？ね。いつも普段の鳥居は木？木造？ん？あ、石？あ、そうなん。木じゃない。何とれ？はい。はい、では入りました。こちらは法壁神社です。那这里就是兵库县。篠山市小山市的法壁神社，那这个就是他洗手的地方。こちらで、あ、水は入ってない。いいね。
ここで3倍するのかな。那这里的话呢是可以参拜的地方。なんかあの関門すごいな。鳥2匹。鳥じゃないかな。鳳凰とか鶴？でかい木。那那里是可以参拜的地方。那这里的话呢，我看一下哦。哎呀，一応こういう山ほこもう巡行もやってるみたいね。那有点像是祇園祭り一样，就是会有那个山车巡行的样子。お守り。嗯，こんな感じね。はい、こんな感じです。放火壁神社。やに。